はい、皆さんこんにちは、サルです。今回ね、キャンドゥで買った330円の鉄板についてです。シーズニングを終えて順調に料理をしてたんですけど、次第にですね、鉄板にこう油のこびりついたようなこうムラというか、なんかただれたような模様がついてきて、だんだんですね、焦げつくようになってきたんですね。で、いやこれやだなと思って、もう一回きれいにしたいなと。でこれはですね、ホームセンターで買ってきた黒鉄鉄板とか、まあ、バーベキュー用の一般的な鉄板なんですけど、めちゃめちゃツルツルで綺麗なんですね。まあ、こちらは耐熱塗装をしてますので油焼きとは違うんですけど、やっぱりね、あの辺を目指したいと思って、まずね、この油の膜を、取ることにしました。で最初はダイソーで買ってきた不織布研磨剤ですかね、110円のやつ、ちょっと硬い、スポンジのようなね感じので、あれでね、こすったらいいかなとちょっと思って、で頑張ってねやってみたんです。まあこんな感じです。これがそのダイソーの不織布研磨剤と、まあ研磨剤っていうぐらいなんで、多少ね削れるような感じじゃないかなと。でこれをね頑張ってやりましたね。はい、まあ寒い中ね、冷たい水をね、使いながら、もうこうね、台に押し付けてこう力ずくでもう頑張ったんですけどね、なかなかね落ちないですね。どうすればいいのかなと。まあただね、できるところまではとことんやってやろうということで、まあ、結構ね落ちるところは落ちたんです。こんな感じですね。ただね、やっぱりこうザラザラだし、なんかこう油が固まったようなね、黒いのがいっぱい残ってるんです。で、これをね、どうしようかなと。こう、手でね、こするっていうのは一つなんですけど、もうちょっとこうスマートな、やり方がないかなと。で、もう一回眺めてみるんですね。これね、売ってるやつと比べると、やはりね、こう、納得いかない、こう、なんかね、この光るね、滑らかな表面のね、まあこれに近づけたいなと。視聴者の方から、重曹で鉄板の、この黒い汚れがリセットできると聞いたので、ちょっと量とか分かんないんですけど、適当にですねやってみようかなと。まあ、重曹なんでね、油汚れを落とすとかいうのにね使われる洗剤っていう感じだと思うんですよ。はい、ただね、まあ寒すぎたせいかね、ちょっとなかなか溶けなかったんです。なんかこれじゃあ拉致があかんなと。あんまり取れてる感じはしないけどな。そうなんですよ、寒すぎるせいなんです。なんか寒すぎて重曹が結晶してる気がする。なんか重曹が溶けてないのが気になるので、ちょっと加熱して溶かしてやりましょう。以前もね、重曹をお湯に溶かして、すすとか洗ったらね、すごい取れたことがあったんで、それでいけるかなとも思ったんですけどね。すげえ適当ですけど、なんか溶けた気がします。まあ、とにかくこれでちょっと、ちょっとこれでしばらく放置しましょう。使ったのはね、こういう100均に売ってる重曹、炭酸水素ナトリウムですね。はい、ただね、うまくいかず、結局別の方法です。まあ、油汚れなんで、油性ペンキを落とす時の薄め液、ちょっとね、全然ちぐはぐだと思うんですけど、まあ、ちょっとやってみたいなと。ただね、これは見て通りです。油性ペンキならね、もうバリバリ落ちるんですけど、この油の膜はね、溶け出る感じは一切なかったですね。これはダメだなと。で、塩酸ですね。やはり金属といえば、塩酸です。ただ塩酸がないんでね、なんか黒い粉が、これはね、代わりにキャンドゥで売ってるクリーナー、薄い塩酸です。焦げてるところが塊になってけど、なんか
がれるように取れてる。説明書だとかけて数分後にこんな風にこすり洗いしてって書いてたけど、これもうちょっと長い時間やっとったらどうなるのかな。はい、薄い塩酸をね見つけてきて、それをかけてみたらやはりね膜がね取れていくので、何一体これ、何何どうなってんのこれ、うわうわ何これ、何これ、うわなんかバリバリになってんじゃん。これは気持ちよかったですよ。うわすげえ、なんか剥がれるよこれ。全部取れるわけではないんですけど、かなりね今までになく取れました。何これ、うわパリパリじゃん、なんだろうこれ、焦げた部分が剥げてんだ、へえおもろいな。じゃあもっとたくさん入れとけばもっと剥げるってことかな。うわこれすごいすごい状態の剥げ方をした。こんな感じ、これはね効果ありましたね。すごい剥げたよ、うん、この方法をねもうちょっとこういろいろ試してみたいと。これちょっと有望だね。全部は剥げなかったけどね、少なかったのかな溶液が。ちょっともう一回入れてみようかな。はい、ということでまたね塩酸、これね 9% です。これで長い時間つけておけば、まあ、手でどんだけ擦っても取れなかったんですけどね、このケミカルな方法でねいけるんじゃないかなと、まあ、期待してまた1日放置してみました。うわーまたこれさらに、うわーこれすごい気持ちいいね。だね、何回もやるのが嫌だったらもういっそのことね、あの塩酸のね洗剤を全部出して何かの容器にその中につけとけばいいと思うんですけどね、今回はちょっとずつねあの繰り返しやってみました。くっついてるところもあるな。うわここすごい、まああれだけ不織布研磨剤でこして取れなかったのにこういう状況なんでね、まあ、これは効果あるなと。ついてるところもある、ちょっと劣化していくんだな。時々ねペローンと大きくね剥げるところがあってですね、このね剥ぐのが結構快感なんですよね。全部ペロンといくわけではないけどかなりいくな。これちなみにアイスのスプーンの先をハサミで直線にカットしただけだけどね、気持ちいいぐらい取れた。こんな感じ、またこれでだいぶねあの鉄板のあの肌がね見えるようになりました。うん、あと1回ぐらいできそうですこれ。でまた、一晩経過して自然にねあえてちっちゃいあのゴミのようにねある程度剥がれてます。でこれね塩酸なんでセメントにしてるとねセメントアルカリなんでねあの反応が起きてねあえて白くなってます。あのちょっとね塩酸とアルカリはね混ぜるとね中和するんでね、熱とかね塩素ガスとかありますんでちょっと注意が必要です。アルカリ値というより塩基性ですね。ペロペロ、でこの金たわしみたいなね
これもあのホームセンターでね、あのペンキコーナーとか、なんかこう車のね、あのメンテコーナーとかに行ったら安く売ってます。結局これが一番良かったような気がしますね、たわしとしてはね。でまあいろいろ試してみようということで、また不織布の研磨剤、もうあとわずかなのでこれでいけるかなとも思ったんですけど、全くね歯が立たないですねこれはもう労力ばっかりで、スチールール、まあ、これもね定番かなと思うんですけど、まあ取れないですね。はい、これで取れるほどはね表面が飛び出てるわけじゃないんですよ。スチールたわし、これはステンレスたわしですね。まあパワフルですけど、やっぱりね表面がねツルツルなので、あの塗装の黒いとこなんかね別に飛び出してるわけじゃないので取れないですね、これじゃあまあ大きくため息してます。もうねこれはやっぱケミカルの力じゃないとね結構大変かなと思いましたね。まあ焼いてね冷やしてとか熱攻撃でもいいんでしょうけどね、まあ鉄板が曲がるのも嫌だしですね。でここからはね、油焼きしたあのダイソーのミニ鉄板の様子、錆び方の検証です。1日目こんな感じね。で2日目ちょっとね色が不自然なのは曇ってるせいです。カメラの露出がこうなってます。うわー今日は測れないぞこれ。鉄板が見えずですね、ちょっと雪を払ってます。よいしょ、このサビが出てますね、この左半分の方特にね。はい、約2週間ですね、こんな感じ、うん、ガザガザですね。こっちもちょっとこうザラザラしてるけどね、こっちは一層ガザガザ、もう調理にはね使えないかなというぐらいの錆び方をしてますね。まあということでまとめなんですけど、空焼きの酸化皮膜はあの錆がね防止できないということが分かりました。あと油焼きの油膜は錆止めには有効なんですけど、まあより強い油膜油膜を作るにはどうすればいいかなという方法が知りたいこと、あとそのためには今ついてる古い油膜をねきれいに剥がし取らないといけないんで、その方法をね調べます。鉄板これ以上ね取れないので塩酸パワーを借ります。これはね2週間放置して、錆びたりねちょっとこう油膜が剥げたりね、ここねあのダイソーのミニ鉄板の方もですね、なんか油膜はねあれ取れそうで取れないんですよね。はい、塩酸パワーを借りましょう。どちらも結構強くこびりついてるんです、今残ってるところは。取ろうと思います。こっちもね思いっきり塩酸でいきましょう。でこれでまた数時間放置してみて、数時間で塩酸でこんな風になりました、特にこっちですね、なんか錆がなくなってるね。綺麗になくなりましたね錆は。すごい早いね。そして、ここはこんな感じでもうパリパリと剥げそうな勢いです。油膜がね思いっきり劣化してます。こっちはね相変わらずしつこくくっついてますね。これがねちょっとずつしかやっぱ取れないんですよね、まあ、ほんとね残りわずかなんですけど、これはね結構手ごわかったですね。あの繰り返せばね取れる感じです。うわすげえ、うわうわペロペロじゃん、やっぱりうわペロペロじゃん。これはね楽しかったですよ。やっぱ塩酸パワーはいいですね、とってもね有効だと思います。でまたちょっとね洗いまして、でね、今までこう塩酸でばっかり、要はね塩酸って強い酸なんですよね、強酸
で、その酸ばっかりでやってきたんですけどね、もしかしたら強いアルカリ、強塩基性のものでもね、効果あるのかなと思ってですね、まあ、酸で取れないものは実は塩基の方が取りやすいかもしれないなということで、この後ですね、また100円ショップで強塩基性のね洗剤みたいなものをね探してみてありました。使うのはね水酸化ナトリウムです。中和しましょう。ね、3種類あったんですけど、このパイプクリーナーがね水酸化ナトリウム濃度が 2% で一番濃かったんですよ。なんでこれでいこうと思います。ちょっとドロッとしてる感じでね、これでね、まあ、塩酸で取りにくかったものが強塩基アルカリだったらね取れるかなということで、また1日放置。こんな感じです。なんかね自然にねポロポロ崩れてはいます。なんかね茶色くなっててね、何なんだろうっていう感じなんですけど、まあ、とりあえずね洗ってこすってみます。あの茶色くなってるとこはね、なんか新たにできたサビかもしれません、うん、なんかね黒かったとこでもないんですよね。なんですかね、もしかしたらその塩基で鉄が侵されちゃったとこなんですかね。まあこうやってやってるとね、多少はやっぱ黒いとこも減りました。こんな感じです。多少は減ってます。ただ、塩酸の方がやっぱ効果あったのかなという気はします。ミニ鉄板もそうですね、なんかこう茶色くなっててこすってやるとあれはすぐ取れるんですよ。まあ簡単にね、力入れずに流れ落ちる感じです。ただやっぱりね、残ってる後の部分、ちょっとこう黒くなってる部分が取れたわけではないんですよね。まあ、そう考えたらね、まあ、塩酸の方が効果あるかなということで、この後またちょっとね塩酸でやってみようと思います。はい、ビフォーアフター見てね、強塩基は、綺麗にはなったけど、その適面という感じでもなかったですね。いよいよねこの鉄板のリセットの最終工程になりました。最終的に左側はまた塩酸でね一晩つけておきまして、右側もねダイソーのミニ鉄板塩酸で一晩つけておいた状態になります。どんなにこすっても取れなかったこの黒いね油膜がもうふわふわしてますんでね、なんかここすごく茶色くなってますけどね、よくこんな風にね緑とか茶色とか赤とか、これはね塩酸と反応して、まあ、錆びてるんじゃないかなと思います。こういう感じですね、もう全部外れてますね。はい、全部外れてます。でこの茶色いのもね錆びてるような感じなんですけど、緑の部分とかもね多分こすったら取れるんじゃないかなと思いますね。すっげえ綺麗になってます。で塩酸でね浸しておいたので、アルカリでね中和したいと思います。中和はこのパイプクリーナー、水酸化ナトリウムですね。はい、水でよくね流してからこんな風に中和しましょう。まあ軽くねちょっと反応を促した上での方がね、あとね中性洗剤とかで、まあちょっと念入りにね、洗剤がね結構いいものを使ったので気になるので、ちょっと念入りにね洗っておきましょう。はい、こんな感じです。いいんじゃないでしょうか。あとダイソーの方もね、もう黒のなくなってます。こするまでもないです。ちょっとね念のため水酸化ナトリウムで中和してやります。中性洗剤で、はい、以上でリセットが終わりになります。この後についてはより強い油膜の形成、油焼きについていろいろ試してみたいと思いますので、今後も楽しみにご期待ください。よろしくお願いします。
すごい綺麗なね、飴色の今鉄板になってます。まあ、これが理想的なね、油膜かもしれないですね。今回あえてね、炭のようにね、黒焼きはしてません。今回もご視聴いただきありがとうございました。